ません、お邪魔します。皆さんこんにちは。八丈島でラーメン屋をしている店主の国見です。今日は地魚干物食堂土産販売水産加工品の製造販売愛貝水産さんへお邪魔します。今回は八丈島の名物の草屋を紹介するんですけど、あの草屋業者さんは何軒もあるんですけど、食堂も兼ねてるっていうことで草屋愛貝水産さんにお邪魔しようと思います。よし、よろしくお願いします。よろしくお願いします。愛貝水産さんの特徴とか自己紹介みたいな特徴、はい、夜は居酒屋で、あとはその草屋を自社で作って、それをまあ食堂の直営店で食べる。地魚を使った料理と、あと地元の野菜を使った料理、あと郷土料理、海産が多めになりますね、はい、島のもの、刺身とか足束とか椎茸とか、うん、置いてるお店は多いけど、亀の手の味噌汁はなかなかやってないと思う。そうですね、高いんですよ。あ、亀の手が？亀の手が、それは漁師さんがね、あのもう命がけで取ってるんで。だからだ、もう大量に仕入れて。こうだったんだ、知らなかった。量がこんな、なんか丼いっぱい、多分これだけでお腹いっぱいになるんじゃないかっていうぐらいのそれでもう味噌汁はね、出汁取って。なるほどね、はい、一番うまいです。はい、ありがとうございます。草屋って何ですか？草屋駅、塩水に漬け込んだ干物になりますね。そうか、干物、はい、草屋って草屋って、まあ、臭いですね。臭いです初めて食べられるとどんな感想？まあ、でも意外といけるとか美味しいって言いますね、はい、思ったより食べれました、うん、最初にインパクトすごいですよね。そうですね。でうちの草屋は干物に近いような、ね、作ってますんで、うん、食べやすいかもしれない、ね、食べやすい感じになってるんですね、はい、そうかそうか。本当は干物って硬いじゃないですか、うん、手で、はいはいはい、でも箸で食べれるぐらい柔らかいで、はい、じゃあお店で出してるのもそういうタイプの出してるんですか？へえ、はい、臭みが少ないの？それ関係ないの？それはまあ匂いはね、ちゃんとあります、はい、そうそう、臭くないとね。けどはね、うまいですね、はい、草屋食べる時ってどういう？ちっちゃい時は本当におやつで出てきたんですよ。おやつで、まあ、親が食べてるのを横から隣で食べるとか。硬くなっちゃうと酒とかに酒につけといて柔らかくしてまた食べたりするから、うん、本当、うん、おやつで、まあ、酒のつまみ。今ちょっとね、高級になっちゃってますよね、多分。確かにあの、ね、はい、お客さんを接待するとかの時は、うん、足束とか草屋とか、うん、紹介するけど、こんな感じかな。そうですね、はい、観光で来られたお客さんがメインで、うん、草屋と一緒に食べたいおすすめのものとか、草屋。あ、そうですね、足束とかいいんじゃないですかね。おひたし、飲み物だと情け島のロックとかが。お、情けの、もう銘柄も情けなんですね、はい、やっぱ合います。店長さんになられて何年？4年ぐらいですか。島の方でいらっしゃる？いや、違います。僕はね、釣りが好きなんで、釣り、もうどっぷり釣りに浸かろうと思ったんですけど、仕事の方は忙しいです釣り行けないっす食堂のメニューで、なんか時期によってなんかこれがおすすめとか、メニューあったら教えてほしいんですけど。夏に出てくるそのメダイのカブト煮とかは結構人気ですけどね。こんなでっかいカブト煮、もうでかいですよ。はい、丸ごと。愛貝水産さんの、はい、草屋はどこで買えるんでしょう？はい、一番、まあ、空港の店舗だったりとか、ね、あとも、あのこっち来ていただいたり、うん、あ、ここのお店で、はいはい、お店と、あとは、まあ、スーパーには置いてます。この前草屋を作るのをちょっとお手伝いさせてもらった映像があるのでご覧ください。仕事中お邪魔してさばいてるところを見せてもらいます。
こうやってこういっぱい並べてって、だいたい何匹ぐらい、何匹ぐらいだろう、500とか。おお、握力が、ね、握力が、まあ、でも最初はやっぱ辛かったですけど、慣れたらそのやっぱね、力が抜いてる。ああ、じゃあ力を抜き加減がうまくなるんですね。慣れですか。すごいな、すごいすごい。はい、計算させていただきます。ここを持つ包丁を入れていく、上側まで取ります。中骨に沿って切り込んでいく。絶対違う、中骨がどこかわからない。こうかな。よし、どれだ。ほら出ちゃうか。こんな感じ。もうちょい包丁で。もうちょい開き。包丁で。で頭をまたこの逆にして。逆にして。こうか。刺すね。最後まで切らない。最後まで切らないように。最後まで切らないようにがなんか難しい気がする。それでいいと思います。こんな感じで。でパカッと開いて。開く。どうですか。何点ですか。ですね、最初にしては、うん、ま、筋がいい、はい、筋はいいと思います。すごく。どのぐらいで鍛えて出来上がるの。これ、今日丸一日つけて、明日の朝上げて、うん、あ、1日でつける、はい、仕込みは終わり、はい、で塩抜きして乾燥してなんで、全部でまあ約3日間ぐらい、3日間ぐらいで、はい、できます。この室はさっき私があの捌かせていただいたちょっとヘッポコなんですけど、これを愛貝先生さんのご講義で食べさせていただきます。じゃん、これ蓋開けるね。おお、亀の手だ。高い亀の手です。これが貝ですよね。亀の手、貝ですよ、ね、甲殻類の仲間。カニ、そうです、エビやカニと一緒の仲間。でも壁にくっついてますよね。そうそう。へえ、これの匂いが最高なんです。で、そして草屋も匂いが。いただきます。これがそのさっき店長さんが言ってたソフトなやつですね。普通はのカチッ硬いって感じで手でこうむしって食べるんですけど、あ、これは確かに箸でほぐれる。臭いです。あ、でもいい匂いです。あ、これだ。で、草屋にはこれですね、マヨネーズ、七味がかかってるんですけど、こうやって食べるのがいいと思います。これってなんか食べれるのかな。あ、ダメだ、ちょっと歯をかけるからやめよう。亀の手のを出汁にした味噌汁はよく飲んだことあるけど、亀の手自体を食べたことが、記憶がない。でも食べれるんだよね。食べますね、柔らかいところ。そうだよね、身が入ってるっぽいもんね。今日は助っ人さんお呼びしたんですけど、都市ガイドさんです。こんにちは。はじめまして、都市ガイドです。私はあの外国人向けに日本を紹介する YouTube チャンネルやってます。よろしくお願いします。ラーメン食べに来てくれて、で声をかけてくれたんです。 YouTube やってますよねって。でそこから話をしたら、どうやら都市ガイドさんも YouTube やってて、はい、っていうんで話が弾んで、昨日一緒にお酒を組み交わしました。ここで。楽しかったね。初です。はい。最初はあの青ヶ島行くための経由地として行ったんですけども、ただ昨日もあのレンタカーを借りて一周回りました。はい。あの八丈富士も登りました。わあ、すごい。だすごい楽しいですよ。自然もいいですし、こういう食事もすごい美味しくて、うん、本当におすすめしたいなと思っています。はい、釣りあるんで、はい、釣りで行きたいなと思います。うん、ここで草屋初心者の都市ガイドさんに草屋を食べていただこうかな。はい、ちょっと食べてみたいと思います。いいですか。はい、干物のは食べたことないんで、すごい楽しみです。あ、いいですか。はい、匂いから。匂いから。あ、臭いっすね。草屋という名前通り。はい、いただきます。
ピンクの箸で。そう、あの普通の塩干しみたいな柔らかさ、はい、なんだ干物ですね、うん、はい、最初はこのマヨネーズなしで。あ、そうですね、はい、そのままで、そのままで。食べたらそんなに臭くないですね。なんか香ばしい。一瞬鼻つくってうってなったんですけど、口に入れたら香ばしい。そうなんです。美味しいですね。そうなんです。いただきます。あ、美味しいです。このマヨネーズがいい感じで、はい、混ざって美味しい。で最後にこの一味がピリッとしてまだアクセントになってていいですね。だから美味しいです。よかった、はい、お土産に僕この草を買って買いたいと思います。あ、最高。ここにあのかの有名な草屋駅が混ぜるの。うわ、どれ。あ、舐めれますよ。やばい、塩水なんで。これ舐めるんですか。塩水。え、この匂いは何なんですか。これ絶対塩水じゃないですよね。いや、これ塩水ですよ。舐めたら塩水です。本当に。はい、あ、塩水です。匂いとは裏腹の。この前、匂い嗅がせてもらった時なんか全然臭くなかったんです、うん、おかしいなって言ったらかき混ぜると臭い。うわー、貴重な体験をありがとうございました。びっくりされなかったですか。何ですか。なられて、はい、お仕事に臭いが触ることですか。いや、まあそんな抵抗はなかったな最初、うんうん、そうなんだ、はい、この白い着てるやつはだから、まあ、膜なんですけど、あの、なんていうんですかね、発酵させてるんですよ。発酵拡散して空気入れてるんで、バーって泡立たせるんですね。それの膜やらないと腐っちゃう。あ、なるほど。ぬかと一緒だ、はい、ぬか床みたいな。そう、そうですね、はい、どうぞ。すごいでしょ。これやばいよね。ということは全然違います。全然違う。なんであんなに美味しくなるんだ。すいません、ちょっとへぇ、でしょ。海の海水みたいな。うん、匂いは結構きついですけど。結構きついとこじゃない。結構やばいですね。やばいよ。皆さんいかがでしたでしょうか。八丈の名物草屋、八丈島に来たらぜひ相ヶ谷水産さんにお立ち寄りになって、ご飯を食べて、夜は酒飲んで草屋を買って帰りましょう。フルコースです。こちらの愛外水産来てもらえればね、美味しい料理と美味しいお酒出しますんで、気持ちのいい接客でお迎えさせていただきます。また見てね。バイバイ。バイバイ。